ひび割れが増えているなどがありましたら、これ要注意です。雨漏りはシロアリの温床になります。建物の揺れや窓の揺れに注意が必要です。はい、皆さんこんにちは。超簡単家づくり解説、店長磯野です。今回のテーマは欠陥住宅によくある特徴7選、家を買った後に知っても遅いです。これについて解説していきたいと思います。当然ですけど皆さん、欠陥住宅住みたくないですよね。大きなお金を使って建てた夢のマイホーム、住んだら欠陥住宅だなんてもう信じたくもないです。以前私の知人が建て寮を買って、ちょっと気になるから見てもらいたいということで家を見に行ったことがあります。そして見てみたら、土台部分の断熱材が新築なのにすでに落っこってました。きちんと取り付けられていません。これはもうすでに床下は無断熱なうちに新築でなっていたというようなことがありました。欠陥住宅っていうのは貸担保責任保険というもので、10年間はカバーしてもらうことができます。では気づかなかったらどうでしょうか。さらに気づいた時に建てた会社が倒産していたらどうでしょうか。そのようなことにならないための重要なポイントを7つお伝えしていこうと思います。では本日の目次からいきましょう。こういったラインナップでお伝えしていこうと思います。今回のようにこのチャンネルでは家づくりに関する情報を広く深く、そして日本一分かりやすく解説しています。ぜひ最後に皆さんご覧いただいて、高評価、いいね、チャンネル登録をお願いいたします。では早速いきましょう。1つ目、基礎のひび割れです。これは基礎が沈下してしまうことが原因というふうに考えられます。建築1年後にひび割れが増えているなどがありましたら、これ要注意です。基礎のひび割れっていうのは地震度の強度にも影響していきますので、放置せずに早めに対処することが重要です。基礎のひび割れには2種類あります。1つは構造クラックです。文字通り構造上影響の出る可能性の高いひび割れのことを言います。そして2つ目はヘアクラックです。こちらは構造には影響のない表面上のひび割れです。では皆さん、この2つのひび割れ見てどんな違いがあるか、どちらがどちらのひび割れなのかって判断できるでしょうか。多分わからないと思います。なので、もしひび割れが入っているのを見かけたら、早いうちに建築会社さんに相談するのが重要になりますので、忘れずに行いましょう。そして2つ目は雨漏りです。主な原因は施工時の不備だったということが考えられます。他にも雨漏りが発生しやすい間取りによって、こう屋根がですね、入り組んでいる形になるようなケースも雨漏りの原因になります。雨漏りはシロアリの温床になりますから、雨漏り対策はシロアリ予防というふうにも言えるんです。雨漏りの怖いところというのは、どこから漏れているのかが簡単には見つけづらいということです。まずはあまり複雑な屋根形状にしないような間取りにしましょう。その上で適切な工事や部材を使ってもらうようにしましょう。3つ目は配管の詰まりです。排水管の勾配が不適切だったりした時に発生します。詰まりには初期症状があって、早い段階で対処することができます。排水口から下水のような臭いが止まらなく出ているという場合は要注意です。また排水管については勾配の問題だけではなくて、皆さんの髪の毛とかゴミ、これも詰まる原因になりますので要注意です。最近販売されている溶かす溶液っていうのがあったりしますので、そういったもので流して溶かしてしまうっていうのもありかなと思います。4つ目は構造強度の問題です。建物の揺れや窓の揺れに注意が必要です。建物が普通の風で揺れてしまうようであれば、なんとなく構造に問題がある可能性もありますので、これも要注意です。例えば窓の動きが悪くなった、建物が傾いている可能性があるとか、構造強度にも影響が出ますので、必ず早い段階で建築会社さんに連絡するようにしましょう。5つ目は隠蔽部分における問題です。隠蔽部分というのは壁の中のことを言います。壁の中には断熱材だったりとか、柱、壁、それから水道の配管などが入ってます。でそんな隠蔽部分で起こる現象としては、床なりとかウォーターハンマーなどという現象が起きる可能性があります。床なりは床の下地の固定不良による原因というふうに言えます。床材が擦り合って発生する音のことです。これも早めに対処してもらうようにしましょう。2つ目はウォーターハンマー。水道の急な停止で排水管の中の水がぶつかり合って音が生じる現象のことです。配管の太さを変えるなどにして対処することができます。6つ目、周辺周りのモルタルのひび割れ。これは基礎の周りの仕上げですね。モルタルっていう、 こうコンクリートのもっと薄いものを塗布するんですけども、収縮によって縮んでしまって割れる、そんなことがあったりします。ただこの割れたとしても構造上の問題はありません。ただ見栄えが悪いので早めに対処する必要はあるかなと思います。7番、クロスの隙間です。一般的な現象で構造上の問題があるわけではないんですけども、やはり気になりますよね。やはり見た目が悪いので、ホームセンターで航空ボンドのチューブを買って自分で簡単に直すことができますので、おすすめします。結構楽しいんです。ただしあまりにも隙間が大きくなってくるようであれば、構造の問題がある可能性もあるので注意しましょう。ということで、いかがでしたでしょうか。今回お話ししましたのは、欠陥住宅によくある特徴7選について解説させていただきました。また次回も楽しみにお待ちください。ではまた。